助け船出したよね、2年生に。あ、彼ら冬沢を本気で怒らせる寸前だったし、そうなったら処分されてておかしくない。冬沢を本気で怒らせかねないのは2年生じゃなくてイリナスだよ。ああ、オープニングセレモニーの曲、そろそろ待てなくなってきてる。もう未完成でも。何言ってんの。根野木さん、池波。ああ、なんだかこのまま体毛に溺れてしまいそう。何その思考回路、何その思考回路。私はあなたに誓います。騎士は心優しきレディの思いを決して裏切ることはありません。いついかなる時でも、あなたがどこにいようとも、生涯をかけて。いけるわけないだろ、こんな人混み。え、人探しどころじゃなくなるぞ。気のせいかな、昨日よりも周回ペースが上がってるような。そうだ、少しずつ体が慣れて周回ペースが上がってるんだ。1枚重くしてみよう。僕もいつかこんなお話を作ってみたいなって、そう思ってます。本当嘘じゃないです。フォーゲルシュバリエすごく面白くて、設立は3年前、本社はここロンドン。例の魔法の鏡以外にも検索アプリや地図アプリ、他には健康診断アプリなんかも手掛け、急速に成長している有望企業だよ。先の見えない旅人、闇の中をさまようばかり。僕はまだ中等部の下っ端だから大きな記事は任せてもらえないけど、雪平先輩ほどの人の取材を成功させれば分野として一人前になれるって思うんです。力ずくで柚月を奪いに来る奴がきっと現れる。だから約束するよ、その時が来たら俺は必ず柚月を守る。試合直前に他のこと考えるなんて、目の前の敵を舐めてんじゃないのかい。これは戦いなんだ。あんたらみたいに緩い慣れ合いをこじらせてんなら。僕の名前は近藤幸男、普通の高校生だ。勉強も運動も平均的、多くはないけど仲のいい友達もいて。僕、君のこと友達だなんて思ったこと一度もないけど。ってことは知り合い、知人。いや、友達だ。君は友達だ、アリス。だから僕たちは同居だよ。トドロキ君の戦いは知る限り、いつも一瞬で情報が少ない。情報をこの戦いの中で隙を見つけなくちゃ。怖がらなくても大丈夫ですよ。こいつの目がね、逃げている時全く俺たちのことを見てなかったんです。おそらく散歩でもしてたんじゃないでしょうか。お礼代わりと言ったらなんだけど、僕からもアドバイスしておく。花王会は意見を覆さない。オープニングセレモニーの成功は彼の悲願だから。花王会の一員としてスタンスは変えられないけど、それが君たちの決断なら、僕個人としてはもう何も言わないよ。My dream、 君のためなら使い果たそう。成功という予言。